All right, Fletch, go ahead and get us started. そうですね。今のところはやっぱり、こういうところに出たことなかったので思い出になってますし、まあ一番ね、ポストシーズンでワールドシーズンに出ればまた更新されると思うので、そこを目指して頑張りたいと思います。やりたい気持ちはありますね。まあやりたいだけじゃ出れないんで、もう一回ね、それぐらいの成績を残して招待してもらえるように頑張りたいと思います。まあ、緊張よりもやっぱ楽しかったので、すごい楽しかったですし、まあ、また来たいなっていう気持ちになりました。まあ、あえてですね、まあ、1イニングだったので、あまりペース配分関係なく、ちゃんとこう初球からしっかり投げようかなと思いました。何時の時ですか？10時半ですか。キャッシュ監督もお願いしてくれたって言ったので、本当申し訳ないなって言って、ありがたいなっていう気持ちでいっぱいかなと思います。1打席目のシフトはちょっとびっくりしましたね。いや、まあ、もうシーズン中慣れてるので、まあ、毎回毎回ね、正面ばっかりとかなかなかいい当てるって言っちゃうんですけど、まあ、その分そのいいプレーがね、生まれてくれたら、まあ、それはそれでいいんじゃないかなと。いや、正直シーズンよりもきつかったですけど、まあ、それでもちょっとでもね、楽しかったと思ってもらえたら、それよりも嬉しいかなと。いや、もう嬉しいですね。単純に多くの人に見てもらって、嬉しいなと思ってます。でも本当にありがたいなっていう、本当にその気持ちいっぱいですし、まあ、さっきもキャッシュ監督もお願いしてくれたって言ってましたけど、本当に多くの人にいいようにしてもらってありがたいなと思ってます。全部楽しかったですね。雰囲気もそうですし、雰囲気全体、今日の一日も昨日の一日も全体が楽しかったと思います。一緒に残ってる会話、なかなかできないシーズンではできない。なんですかね、まあ、みんな話してないと怖い人たちばっかりなのかなと思ったんですけど、話してみたらみんな本当に優しくて、人たちばかりだったと思います。